まあ自分自身、スーパーバンタム級となるとえ自分自身への挑戦ということにもなってきますのでしっかりと仕上げて最高の結果を出すだけだなと思ってますあと2ヶ月になりますがえ自分自身過去最大のモチベーションを持ってえトレーニングに励んでいけると思っています。